元木大輔は、大阪府豊中市出身の元プロ野球選手、タレント、野球指導者、宇と右みぎち。2019年シーズンより、読売ジャイアンツのコーチ。愛称は、長島茂雄が命名し、自助言の題にもなった、モ者など。幼少時代は、南海ホークスファンで、たびたび、大阪スタジアムに足を運び、ホークスともの会に入会していたほか、 南海 OB によって運営されていた少年野球チームジュニアホークスにも入っていた。小学6年生の頃、当時巨人の監督だった大貞治と対面し、一緒に記念撮影をした際、プロ野球に入るなら、巨人に来いよと激励されたことに感激して、以来巨人ファンに転校したという。上空高校で甲子園に3回出場。 1989年の夏の甲子園では1試合、2本類打を放つなど注目された。同校同期には、金田一志、小野寺在次郎、星田秀俊、一学年下に、宮田正直、二学年下には、矢部康彦、中村豊、市原慶、久保隆行高校通算24本類打。甲子園、通算6本類打は、清原和弘に次いで、 歴代2位体の記録である。3年時の夏は大フィーバーで大阪大会や甲子園練習には女性ファンが殺到。開会式当日、出場校は球場の外で待機することになっているが混乱を避けるために上宮だけ隔離されるという異例の措置も取られた。1989年の夏の甲子園3回戦のタイヤ淡田商校で内野フライを放ち、 一塁へ走るのをやめたことがあった。ところが、そのフライを相手内野手が落球。走るのをやめてしまっていた元木は一塁でアウト。ベンチに戻ってきたところを三条監督に怒鳴られるシーンが全国に中継された。1989年10月14日に電車の中で近鉄の監督である大木明と乗り合わせ握手をしてもらっていた。当日は、 近鉄の優勝が決まるかというタイミングで、扇の出勤シーンを取りに、テレビのカメラマンがついてきており、その模様がニュースで放映されていた。同年のドラフト会議では読売ジャイアンツへの入団希望を公言していたが、巨人は同じく巨人入りを希望していた、大森剛を1位指名。元木は、福岡大英ホークスからのも秀夫の外れ1位で、指名されるがこれを断り、 一年間ハワイに野球留学する。実際にはハワイの環境では本格的な野球練習はできないが、大学、社会人に進むと次回ドラフト指名まで年数がかかる、ためそれを避ける行動だったと言われる。この野球留学中、学生だったベニにヤグバヤニとチームメイトになり、知り合いになったという。1990年のドラフト会議で巨人より一位指名を、 受けて入団する。契約金9000万円。1992年から一軍で出場。バッテリーを除くすべてのポジションを守れる、ユーティリティプレイヤーとして活躍する。オールスターゲームでは、初出場の1998年は遊撃手。翌1999年はサンルイッシュのファン投票で、選ばれるも、1998年は代打のみ。 1999年は二類種で試合に出場した。2000年9月24日の中日ドラゴンズ戦で2番左翼種として先発出場し、8回まで被安打5、無支球無失点と高投を続けていた前田義永からライト前ヒットで出塁2番手エディギャラードから江藤悟志が同点満塁弾、二岡智弘がさよなら本塁打を放ち、 巨人が4年ぶりにリーグ優勝を決定する口火を切った。シーズン前の1月24日、大神泉と入籍し、シーズン終了後の12月2日に結婚式、披露宴を取り行った。その模様はテレビで生中継され、コードは長島修を夫妻であった。2003年以降は度重なる故障に悩まされ、2005年は、 堀内つねお監督のチーム若返りの方針により、後半戦は戦力構想から外れてに軍生活を送り、9月に戦力外通告を受ける。オリックスバファローズや東北楽天ゴールデンイーグルスなどから入団の誘いがあったものの、浪人してまで巨人入団を1年待った経緯もあり、ジャイアンツが好きだから入団した時からこのチームでいらないと言われたら、 やめようと決めていたと33歳で現役を引退。後藤隆と共に、自ら身を引く形となり、世代交代する巨人に迷惑をかけたくなかったという。最終戦で引退試合に出場。いずれは指導者として、巨人復帰を希望する胸を示していた。2018年、カルリープ県有12世界少年野球大会における、日本代表監督に就任。チームは優勝し、 三連覇を達成した。就任したのは星野千一が推薦してくれたからだという。2018年10月22日、以前から希望していたように2019年から巨人の一軍内野守備権打撃コーチに就任することを球団が発表13年ぶりの球界復帰となる。背番号は77。コーチ就任のオファーは 原辰則から直々に電話がかかってきたもので、背番号77は星野千一の番号から取ったという。引退後にタレント活動を主体にしていた人物が NPB1 軍球団に指導者として就任するのは、同じく2019年からコーチに就任した宮本和智と揃って珍しい例である。攻撃時は三塁ベースコーチを担当した。 2020年から一軍ヘッドコーチに昇格。9月16日に中水炎のため緊急入院。同日から安倍晋之助が一軍ヘッドコーチ代行としてベンチ入りした。2020年11月23日未明に公式インスタグラムが第三者に不正ログインされたと24日に所属事務所が発表。その後、そのアカウントは閉鎖し、新たに公式。 Instagram アカウントを開設した。2005年、K- グループの Our Songs Creative に所属するようになり、シーズンオフから日本テレビ系 The Sunday のスポーツコーナーにレギュラー出演。野球解説者、タレント業、V シネマ中心の俳優業などで活動を始めた。2006年より TBS ラジオ野球解説者、スポーツ報知評論家となった。 30代半ばの時期は若いこともあり、中継の際は必ず、年上、年下問わず、XX 選手というようにしていた。2007年から、マスターズリーグ、東京ドリームスに参加している。内野手登録で、背番号は兄となっている。2009年5月16日に収録された当時、レギュラー出演していた、ヘキサゴン2内の、みんなで飛ぼう。縄跳びクイズ。 で、転倒して、左アキレス腱を断裂する重傷を負った。2010年9月に、台東区への2012年9月に、疲労に、ラーメン店、元服をオープンしたものの、両店舗とも閉店。2013年6月から足立に本店を構えたが2014年、暮れに閉店した。この件に関しては、後に、しくじり先生に出演した際に詳細を語っている。 2013年に元プロ野球選手が9人出演する人気映画ダイヤモンドに出演し映画初出演。これをきっかけに俳優業にも意欲を見せ翌年以降 V シネマを中心に人気ものの作品に出演し始めている。高校時代は甲子園通算6本類画を記録したスラッガーだったがプロ入り後はつなぎ役に徹していた。 また1998年には得点圏、打率1位となるなど勝負強かった。現役時代は隠し玉や状況を読んだ打撃などの卓越した技術とセンスによるプレーから監督の長島茂雄にクセモ者、スーパーサブと評された。カルリップ県有12世界少年野球大会における日本代表監督に推薦した。 星野戦一からも生前は、巨人で一番嫌だったのはお前だと言わしめた。守備では内野ならどこでもこなすほか、外野手としても出場した。出場時愛数が一番多かったのは三塁である。入団当初は瞬足という評価もあり、ダイソーとして起用されることもあったが、鈍速であった。しかし、相手の癖や配球を考えた上での走塁技術には自信はあったことを、 かつて新聞の連載で述べている。短著監修テレビラジオ映画、V シネマ CMCDDVD。ありがとうございます。